皆さんこんにちは本日は国家資格キャリアコンサルタント合格の取説を用いた本試験合格のアプローチについてミニレクチャーも含めながらご紹介をしていきたいと思います担当はレック専任講師の小澤ですどうぞよろしくお願いいたしますまず初めにですね今日のレクチャーも含めたご説明ですが あこの合格の取説はですねキャリアコンサルタント本試験の過去問題1200問を分析して作られています、えー、今日はその合格の取説の使い方攻略のポイントをご紹介しますそして本試験の成否を分けるであろう予想問題や過去問題での演習についてご説明し皆様が合格へ近づいていただくためのアップローチの方法 すすなわち合格の取説をご紹介させていただきますこの合格の取説は国家資格キャリアコンサルタントの第1回から14回までの700の問題それからキャリアコンサルティング技能士の直近5年分500問ですね合計1,200問足の数にして4,800を分析することから始めて編集制作がされております。 そしてですね本試験の過去問データをもとに4編、ン4ステップの構成で作られております。一般に資格試験対策の問題集は試験実施団体が示す出題範囲ごとに編集することが多いと思いますしかしながらキャリアコンサルタントの試験は実際の試験問題を見てみますと類似の問題が分散していることがあります。 え。つまり、出題の論点が複数の範囲にまたがって分散して出題されることがありますえ。同じ仲間に属する論点は集めた方が学習の効率化に繋がりますので、え、本書ではレックが考えるオリジナルの分類を用いています。えすなわち法律統計理論、その他という分類をしております。 さらに四つの分野ごとにそれぞれが四つのステップからできています。まずステップワンでは千二百問の過去問、選択肢では四千八百の問題を分析して傾向を捉えています。その上でステップツーは攻略ポイントとして学習領域ごとに何を抑えておくのかを明らかにしています。 これは社会人の皆様が限られた時間の中でいかに効率よく学習していくかの道しるべとなりますそしてステップ3の論点テキストでは過去問題1200問をもとに何が出題されるのかどのように出題されるのかや引っ掛けられるようなおとし穴がどこにあるのかをテキストとしてまとめています最後にステップ4は合計100問つまり本試験で言えば あ2回分に相当する豊富な予想問題を搭載掲載しておりますではテキストを見てみたいと思いますまずですねこちら理論編の分析部分です合格の取説では過去問題1200のすべてに分類のためのキーワードを付与して分析をしております キャリアコンサルティングに関わる研究や理論からの出題ではこちらですね。このようにですね、四十二パーセントが研究者の理論などからの出題です。次にシステマティックアプローチに関するものが十六パーセント、心理検査やアセスメントが八パーセントです。 理論に関する問題は、えー、本試験の全50問のうち半数近くを占めます、えー、さらに今申し上げましたあこの研究者の理論,理論からアセスメントツールなどで、えー、約7割を占めておりますので、えー、ここが合格のためには非常に重要な領域になってくることがわかります、えー、こちらのグラフをご覧ください。はい 過去問題1,200の選択肢が4つずつございますのでつまり合計4,800のそれぞれから誰の研究者の理論なのかというのを分類してみますとこのようにどの研究者から多く出題されているかが把握できます。 過去問題を見ると理論の中で最も多く出題されているのはトランジションつまり天気と発達課題ですこの2点を意識して勉強していくということが効率化につながるわけですでは実際にどのようなポイントが出題されているのかというのを見てみたいと思います。こちらですね こちらはナンシー・シュロスバーグの理論ですここでですね、シュロスバーグの理論で毎回のように出題されておりますのが天気に対処する四つの資源 4S ですシチュエーション状況セルフ事故サポート支援ストラテジーズ戦略といった この四つを覚えておきませんと、本試験で回答をすることもままならないということになってきます。ではこちらをご覧いただきたいと思います。はい、過去問題のすべてを点検してみますと、間違いの選択肢としてですね、こちらのようにサブジェクト。 サスティナビリティなどですねいわゆるひっかけ的な問題も選択肢として出されます4つの s を曖昧に覚えておきますと本試験で戸惑いますそのため何をどのように覚えるべきかという出題の論点をご提供させていただくというのがこの 論点テキストでございましてこれが受験者の皆様の効率的な勉強につながると思いますではもう一つ論点テキストを見てみたいと思います、はい、やはり天気の理論でブリッジズのトランジションです例えばですね定年退職の例を考えますと それを前にして定年退職を前にしてその後の生活を考え人によっては悩んだりもしながら自分に向き合って新たな生活をしていくという3段階のことですこの説問についてはですね、今申し上げました定年退職であればその区切りがあるという終焉ですねこの何かが終わるという意味での終焉がこの理論では スタートであるということです終焉は終わりではなく出発点であるということですえつまりどこがどのように出題されるのかということを整理してお伝えするのが論点テキストでありますではもう一つ論点テキストから他にもよく出題されるであろうあります心理アセスメントツールについて見てみたいと思います こちらですね GATB 厚生労働省一般職業適性検査こちらを見てみたいと思いますこの心理アセスメントツールは8%のウェイトがあると分析しておりますと冒頭申し上げました アセスメントツールに関しては本試験では文字面で出題されますしなかなかこう現物を見たり入手することも難しいことがありますイメージをしづらい領域だと思いますこちらはですね、まず GATB で申し上げますと11種類の歯筆検査がございます右左で同じ図形はどれかというのを探す問題 違いを探す問題ではこのように日本海溝と日本海側の違いとかですねあるいは計算問題足し算ですねそれからです、ね、応用問題として A さんは時速 50km で走り出しました B さんは時速 60km で10分後に出発しました何分後に追いつきますかといった問題検査ですね検査がございます。 それからののの種類の器具検査の方ですこれはどのようなものがあるかと申し上げますとこのようにですねボードに刺してあるピンを一定の時間内に今手前の方に指先を用いて移動させるとそういった運動機能を見るという検査がございます。 どのように検査するものかというのをこのように図紙とか写真なども用いてですね分かりやすくご説明をさせていただくように心がけました。でででは続きましてすすねこちらです え以上ご説明させていただきましたように論点テキストでは複数回出題されているもちろん複数回出題されていても出題の意図などから重要度が低いものは論点としては取り上げずに逆にベースの知識として必要なものは過去問題の出題の数にかかわらず論点テキストで取り扱っているものもあります。 それでは次にですね予想問題の次は予想問題の使い方についてご説明をしたいと思います。こちらです。はい。天気に関する理解としましてこちらは本文ではですね。 これシュロスバーグの例でございますが、4S について、他の研究者と組み合わせて予想問題を出題しています。こちらちょっとご覧ください。ここですね、シュロスバーグはキャリアデベロップメント、キャリア発達は天気の連続であると考え、天気のプロセスを理解して、それにうまく対処できるようになることに焦点を当てた。 そして転居への対処法として四つのリソース 4S の点検が重要だとしているとこれは適切な選択肢でありますこれがこのようにですね解説の方にもナンシーシュロスバーグの 4S は品質ですねということで確実に抑えてくださいというご説明をしていますまたですねこちらでは 例えばここにあの社員の理論を扱っておりますこれはですねこちらをご覧いただきたいのですがこちらは論点テキストに取り上げておりますこのようにですね社員の組織の三次元モデルというのはどのようなものなのかというのをご説明しています つまり、えー、こちらですね、えー、論点テキストで、えー、インプットをし予想問題で、えー、アウトプットをしていくということで、えー、出題の論点を記憶に定着させていこうという作りになっております。えー、もうちょっと見てみたいと思います。同じくう今度はですね、えー、先ほどの天気で、えー、ブリッジズですね、えー、こちら見ていただきます。 ブリッジズによるとトランジションのプロセスでは終焉に始まり中立権を経て再生へ至るなんかおかしいなと終焉に始まるのは先ほど良いと申し上げました終焉に始まり中立権を経て再生あれ再生だったっけなということでですねこちらが実はあまりの選択肢でございましてトランジションの提唱し したブリッジズは天気は次の3つの段階から成り立つとしましたと終焉中立権開始ですと本足は3つ目の段階の再生が不適切ですということですこのようにですねブリッジズの論点というのも結構出題されておりまして15回12回10回9回5回の試験で出題がされております 他にですねブリッジズを扱っている予想問題を見てみたいと思いますこちらですはい。これはあのジェラットの理論を通っているのですがブリッジズの選択肢をこのように入れています終焉中立権開始はブリッジズです、えー、ジェラットの 選択肢としてはこの予測評価決定が正しいものとなります機能職能と地位それからあの中心性ですねこれ何かと申し上げますと先ほどご覧いただきましたこの社員の組織の3次元モデル地位職位中枢度部門機能ですねここからなっておりますコンピテンシーモチベーションバリューこれはですね 社員のキャリアアンカーですこのように過去出題されたような論点は随所に取り上げておりますでは続きましてですねもう一つ予想問題でアセスメントツールのところをご覧いただきたいと思いますちょっと見てみます こちら、アセスメントツールでは厚生労働省編一般職業適性検査 GATB は仕事をする上で必要とされる9種類の適性能を11の脂質検査と4つの器具検査により測定すると出ております。こちら、 解説の方では適切な内容ですということで先ほどご覧いただきました論点テキストにも詳しいところが書いております同じようにですねこれちょっとご覧くださいこちらですねはい。KN 式クレペリン作業性格検査は 個人の性格特性を測定するために行動意欲などの観点からの質問に答える検査であり企業の採用選考に用いられることも多いとこれはですね誤りの選択肢でございまして「KN 式クレペリン作業性格検査」は質問に答える検査質問手法ではありませんと。 ではどんなものかというところなんですが横に並んだ文字をひたすら加算していきます検査実施者の指示の下1分ごとに行を変えながら15分の加算作業を行います若干の休憩の後に再び加算作業を行う検査ですと。企業の採用選考で用いられることも多く性格特性を見るというのは正しい記述でありますこちらもですね、先ほどの ノンテ,ンテキスト GATB の下にこちらございましてですねクレペリン検査はですねこのように横に並んだ数字がございまして352753と5を足して85と2を足して72と7を足して9というのをひたすら右の方向に書いていきます。 でえー、一定時間経ちますと「はい次の行」って言われますんでそうするとその方のです、ね、この右のどこまでいくかってこの作業曲線を見ることで例えばあの作業の始まりから終わりのどこのタイミングで努力をするタイプの方なのか、まあ、あモチベーションがどう続くのかなどをその曲線から読み取ることでいわゆる仕事ぶりや性格を理解するというものです。 なおですね国家資格キャリアコンサルタントの試験ではこの例えばクレペリン検査で申し上げますとこうジグザグの読み解き方どのように評価するかといった論点はほぼ出題がされておりませんで先ほどのですねこちらの横に並んだ数字を足していくとか GATB であればどんなあの。 11種類の脂質検査と4種類の器具検査であるというような検査の外形的なところが出題される傾向があります。それに合わせて論点テキストと予想問題を制作しております。では続きましてですね今度はこちらをご覧ください。今申し上げました予想問題100問。 こちらはですね過去問題分析しますと論点ごとの出題の回数や頻度というのがわかります繰り返しとなるんですが論点とは合格に必要な要素や品質のポイントを言いますどのような内容がどれぐらいの深さで知識を問われているのか また、いわゆる引っ掛けられるポイントはどこかこれを過去問題で繰り返し問われている論点を扱うようにしましたので効率の良い対策ができるかと思います。また、2級技能士の問題とです、ね、国家資格キャリアコンサルタントの試験では出題の論点の範囲は同じと分析をしています。 違うのは問われる知識の深さや細かさです中にはほぼ同じレベルの問題も出題されています合格の取説では2級技能士の出題論点も参照していますので受験者の皆様が今後2級にステップアップしていく際にもまた役立つと思います 以上をご覧いただきました予想問題100問これは本試験の2回分に相当しますけれどもステップ3の論点テキストがインプットであるとすればステップ4の予想問題というのはアウトプットですこれを行ったり来たり繰り返すことで知識に定着させていただけるように考えております。 またあの今回あの、お時間の関係で法律や統計の問題をです、ね、ご紹介いたしませんでしたけれども本書の購入者特典であります学科試験の無料分析動画というのがございましてこちらではいくつかの論点をサンプルでご紹介しておりますのでご覧いただけますでは次にです、ね、こちらのシートをご覧いただきたいと思います。 これですね問題回答シートといいまして本書はですね本の見開きで予想問題と回答が配置されています。それをですね回答部分に目隠しをするものなんですけどもその目隠しをするものにですねこちらをちょっとご覧いただきたいんですが。 このようなです、ね、目隠しのシートに研究者とその理論それからキーワードを対比させたマトリックスの表をつけておりますこちらですね例えば吉本維新ですと内観療法これは見調べですねこういったキーワードを覚えるということでですね 例えば本試験ではすべての選択肢についてです、ね、全部理解知識になくてもです、ね、何らかの手がかりがあることで消去法で足を絞り込むということができます。 それに関してですね過去問題出題されましたあどの研究者でどのような理論とキーワードが出されているかというのを整理しておりますのでこれもですねご活用いただきたいと思いますここまでお聞きいただきましてありがとうございましたまず本動画をですね見終わりましたら まず試験団体のホームページから過去問題をダウンロードしてください。直近3回分のものが掲載されております。直近での受験を考えておられない方もお手元に保存しておくことをお勧めします。次の本試験に受験するかどうか考えていらっしゃる方はですね、ぜひこう合格して実際に実務に活躍しているご自身をイメージしていただくとよろしいかと思います。 資格試験はその業務で活躍するための入り口のライセンスであると私は思いますライセンスを手にしている自分の姿が思い浮かぶことほどモチベーションになることはないと思います私自身今まで100を超える資格にチャレンジをしてまいりました通常資格試験というのは出題の論点を抑えてですね 過去問題や予想問題というのを解いていくことで記憶に定着しアプローチができるものだと思います。次の本試験にです、ね、受験を決めたという方はぜひこの合格の取説を用いて論点のインプットと予想問題のアウトプットをしていただきたいと思います。以上ですね 今日はミニレクチャーも含めましてこの合格の取説のご紹介をさせていただきました皆様が合格ラインに最短距離で到達していただけますよう願いまして私のレクチャーとさせていただきます本日はありがとうございました